ここは俺の寝室だ。人払いもしておいた。ベッドでも何でも好きに使うといい。いいから、さっさと上がれ。おっと。貴様から抱きついてくるとは、大胆だな。雷のせいと言って、本当はどうなのだろうな。あまり強く抱きつくな。いや、少し背中が痛んだだけだ。先ほど一撃を食らったからな。あざにでもなっているんだろう。貴様がそんな顔をする必要はない。このくらい慣れている。なぜ貴様が泣きそうになる。わけのわからない女だな、貴様は。いや、手当てなどいい。時期に痛みも引く。不要だと言っているだろう。大した怪我じゃない。はあ、相変わらず頑固だな。わかった。殴られたところを見せればいいんだな。些細な怪我だとわかれば、貴様も納得するだろう。どうだ。骨にも異常はないし、血も出ていないだろう。あざくらいなら平気だ。だからといって、触れるやつがあるか。傷跡に触れたお仕置きだ。俺に痛みを与えたんだ。これで平等だろ。なんなら、他の場所にも赤いあざをつけてやろうか。それにしても、男を無理やり脱がせるとは、趣味の悪い女だな。しかもここは俺の寝室だぞ。何もされないとは、思っていないな。